皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もジャストコーズ3遊んでいきましょう。でですね、今回のミッション、ストーリーミッションですね。電磁パルス、コルダドラゴンには強力な EMP 砲が備えられ、基地に近づこうとする反乱軍の乗り物を無力化、破壊している。この兵器の電力は地下の施設から供給されているとディマは考えている。おそらくその地下施設の爆破っていうか破壊が目標かな。電磁パルス、いい眺めだ。そうね、息を飲むようだわ。ケーブル管をたどって。そうか、ディラベロの基地の防衛兵器に送電してるんだな。その通り。バベリウム EMP の稼働には電力とデータが必要なの。これを切断すれば FOW は両方を失う。その起点を探し破壊して。朝飯前だ。どこに繋がっているか見てみよう。前回のミッションと結構似てる感じですかね。パイプをたどって、で発電施設を破壊する。まずはそっちか。パイプ見て。これをたどっていけば OK。 そっちか。他の FOW 制御室へ続いているのか。可能性は高い。コルダドラゴンを防衛している EMP を止めることができるはず。パイプは消えたが、またボートが水中に続いているに違いない。敵のあれか、ボートか。待ってね、ここ危ないわ。ここ危ない。死ぬ。ちょっと待って、くたばるので、まずは避難。危ない。ランチャーをぶっ放していきましょうね。そこだな。よし、まず一石。お次、おめえだよ。おめえだよ。原理はわからないけども、ホーミングする。あとはそこの人と最後にアンさん。よしと。フラグはないか。ランチャーでそっちだね。下ですね。周囲には何もないね。おっと、ゲートをハッキングするわ。息を止めて。ゲートをハックした。よし、とにかくパイプをたどって。これ前も全く同じ流れだったよね。確かゲートがあって、前のミッションではないよね。あれ？で、そっちか。かなり似てる感じかな。おいで。ドアがロックされてる。そうね、うん、確かにロックされている。でもトンネルで迂回できるわね。どっち？トンネルを探すよ。トンネルを探す。こっちか。マップがね、ほぼ使い回しというか似すぎていて一瞬戸惑ったわ。嫌味のつもり？でそっち。敵の拠点もね、これ結構コピー&ペースト感が強いんですよ。素材をこう使い回していい具合に。決して悪く言うつもりは全然ないんですけど。デジャブだな。仕事に取り掛かろう。ほんとデジャブだよ。そう、全て破壊するのよ。飛び中の
あ、こいつ強いやつだ。フラグ避けてみな。で、これをもう一発、もうちょっと、オッケー。そしたら指令ノード破壊する。前もね、この一番左だけ残ったんだよ確か。さすがだな、リバ。FOW が無効になった。これでコルダドラコンへ近づくことができるわ。ほい、チェックポイント。別の出口ね。どっち？上か。よいしょ、早いな。さあ、ここでミッションクリア。電磁パルスで FOWEMP4 が無効になりましたね。これね、食らうとヘリが一発で落ちるんだよ。で、さらにここに基地があった。たまたま基地があった。潰していきましょうか。敵と接触、すべての部隊は現場に向かえ。これとこれをこうです。追加の援軍をそちらに派遣する。了解。追加人員の派遣を準備している。で、よし。ウェポンラック、弾、弾をくれ。弾なしおじさんに弾をくれ。さらにレーダー壊して、最後はこれかな。これをこうです。で、確保解放。興味深い結果よ。こちらに来て。ね、グレポンに変えていきましょうね。弾がない。そしたらば次のミッション、ここだね。ブルーにこんがらがって、ここのね、基地ね、すんごい広かったんですけども、制圧しておきました。で、ここだね。これね、基地のその制圧をどこまで動画に収めるかっていうのが一番難しいんだよね。基本的に複数回死んでしまう上に結構時間かかるんですよ、広いもんで。そう、ここね、この洞窟の中にね、ものすごい広がりを持ってるんですね。で、こっちか。自分はね、どっちかっていうとストーリーとともにプレイヤーキャラクターが強化されていくっていうゲームの方が好きかな。ほい。ああ、リコ、分析によれば発電所のバベリウムの炉心にシールドはない。安定した構造ではないみたい。悪い知らせには聞こえないが、ディマ、逆に不安定にさせれば基地全体が跡形もなくなる。いいぞ、マリオ。打ち合わせ通り計画を漏らしたのか。ああ、見せてやりたかったよ。シェルドン、リコが言ってたんだが、発電所を攻撃する。そんだけ。ありがとう、アミーゴ。スーパースパイエージェント、マリオ・フリーゴ。これでディラベロは全勢力をかけてくるだろう。軍への攻撃開始後、発電所に侵入する。計画通りだ。やってやるか。ワクワクするな。今こそ反撃の時。総力戦だ、リコ。やってやろう。またこれか。ポルトカボの飛行場から支援要請が来てる。そっち。この、なんて言うんだろう、もう登場人物にバカしかいないっていうのを割り切ってやってるんですね、ちゃんと。これ敵じゃない？何やってんのこれ。とりあえずそっちへ向かっていかないと話は進まらん。話は進まらん。話は進まん。残り2キロ。
さあ残り約1キロ。ここら辺も敵の基地か。赤いやつは基本的に全部壊せますね。600m 先頭。負傷した部隊をボルトカボから撤退させたいが、敵の攻撃が激しすぎる。飛行機が離陸するまで援護して。ちょっとサムタレットをいじっていきましょうね。これは大事。誰なんだ、撃ってきてんな。よし、どっちだ、こいつか。フラグ。まだ生きてる。このボンベ、反乱軍の飛行機。リコ、反乱軍の補給船から護衛依頼が来た。行ってくれる？なんでこんなだだっ広いところで、遮蔽物も何にもないところで打ち合いをしなきゃならんの。どっちだ、次そっちか。もう終わりなんだ。ヘリコプターかっぱらっていこうかと思ったんだけど、タレットはないか。ないね。これはいただいておきましょう。でこの基地もついでにぶっ壊しておきましょうかね。後々どうせ解放することになるんで、今のうちにやっておいた方が楽ちん。これは気持ちいいよね。でさらにそっちか、敵のヘリが来たっぽいな。ただ味方のなんだ、そこにタレットが、サムタレットがあった。危ない。まだ大丈夫。これも壊しておくか、このタワーね。あとはそこに発電機。姿勢が安定しない。とそこにアンテナ、これね。さらにそっちに燃料タンク。あとはね、どこだろうな、多分そっちの下の方だよね。コルタドラゴン周辺のシールドを無力化できた。あ、まずい、ここタレットがある。よし、そっちにもなんかあるのか。まああんまりここにずっといても話が進まないので、行きましょうか。これも壊しておく。レーダーとこの巨大なオブジェクトがね、崩壊していくっていう、これは快感ですよね。あ、そこにタレットあった。これまずいな。落ちましたね、申し訳ない。これが3つある、破壊して。待って、ここどこ。さっきんとこからこう来たのか。でそうしたら目標地点向かっていきましょう。基地の入り口にたどり着け。おい、閉まってる、どうなってる。発電機の冷却装置を破壊せよ。
あ、閉まってないや。開いてますね。そっちか。中にいるディマ、どうすればいい？ブラストを下げるため、冷却タービンを破壊して。了解。硬いな。でね、そこに機銃持った人がいるんで、グレポン。オッケー。これはね、そっちの方にぶっ飛ばしたいな。なんだ、それか、フラグでぽい。その調子よ、リコ。タービンを破壊したから、怖い怖い怖い。冷却トンネルが開いた。そこを通って発電所に入って、冷却トンネルを通って発電所に向かっていく。ぽい。また水中か。で、チェックポイント。待て、そろそろ息が持たんぞ。もうちょっともうちょっと、大丈夫、セーフ。次どっち？そっちか。味方が頑張ってるっぽいね。どんどん壊している。ついたの？やってきたよ、ヒーローが。危ない、鍾乳石危ない。あと、そこに置いて。何を壊すって？硬いな。死んだと思うと全然死んでない。上って書いたんだよね。対象にインタラクト複数箇所ある。まずはまずこいつ。グレポンで。次なんだ。どっちだ、どっから撃ってきてる。ここ敵が、歩兵が結構強いな。死んだ。次、そっちか。こっちにも、こっちはないか。こっちにもあんな。とりあえずそっち行きましょうね。とりあえずそっちに行きましょう。ほい。フラグがない。そっか。残ってる発電機はあと一つ。最後そっち。おじさん殺しながら進んでいきましょう。バギー。まずいな、戦車がいるぞ。戦車はまずいよ。どう考えてもだって勝てないもん。これはいただいていく。
後ろに何個いたな。これ味方か。すまん、ちょっと通してくれ。どれが敵だこれ。よく分からんからもう全員ぶっ飛ばしてる。なんだこの子、この子うざすぎ。消えなさい。行きましょう。で誰誰よ。ほいで、そこだね。これで全部だ。これは何のカウントダウンですか。バベリウムの炉心は発電機がなければ爆発するわ。急いでリコ、危険な状態よ。はい、さあこれでミッションクリア。ブルーにこんがらがって、でサンダーバードがアンロック。特殊武器っぽいな。こんなもんか。サンダーバード、リコ聞こえるか。リバがフライト情報を解読した。ローザ・マヌエラがとうとうメディシに戻ってくる。山の陰にある反乱軍の新しい拠点に向かっている。だが俺たちが知ってるってことはシェルドンもきっと。そうか、なら護衛がいるな。リコが言うなら間違いない。俺も行くよ。飛行場で会おうじゃないの。次に向かっていくのは飛行場か。でね、ちょっと待ってね。さっきの武器、サンダーバード。次のミッションは、ここですね。で、今いるのが、ここですね。ここの基地を潰していきたいと思ったんだけど、結構でっかいな。サンダーバード、どれだ？FOW ウェポンの2番目。EMP を発射する銃か。遠くの乗り物やバベリウムのシールドを無力化できる。なるほど。そしたらね、どうしようかな。ちょっと基地を潰していきましょうか。できればなんだけども。ビーコン投げて。あの人が置いてってくれた。ちょっとヘリが大丈夫か。使ってみるか。よし、これで行きましょう。マップで言うとどこだっけ。これか、そっち。これね、大型の基地結構難しいんですよね。まずはタレットがどこにあった。もうあった。こちら司令部、支援ヘリがそちらに接近中。危ない。あれ壊しておくか。こちら通信司令係、戦車投入。よし、まずい。敵のヘリが来た。どこだ。あいつか。あれは乗っ取っていく。よし、でそしたらこの距離からミサイルをぶっ破していく。そこの、それなんですね。赤いのと白いの。やつを探せ。絶対逃がすな。あ、そこにもあるのか、巨大レーダー。
巨大なレーダー、ペトラチック、そこに燃料タンク、まずい、どこだ、敵のヘリか、注意せよ、戦車をそちらに派遣する。まずはこいつを奪おうと思ったんだけども落下してしまった。危ない。部隊は散開し捜索しろ。これまだまだ結構あるよ。そいつ、やめなさい、もう使うでしょこれ。そう、こうなるんだよね、基本的にこうなるんですよ。サムちゃんをハッキングしておくか。で、強い人が多分いるっぽいぞ。こいつか。これをハックすればそこからアンテナが出てくる。待って、これ危ない、これ危ない。これぞカオス。なんだ、なぜ死にそうになっている。なぜこっちもおっさんいる。ここで地上のおっさんに撃たれて死んでしまう。申し訳ない。これください。ここにもヘリがいる。お前に勝ち目はない。こちら通信指令係、要請は受理した。援軍は移動中だ。そこのタワーね、そこ、これ壊しておくか。よいしょ。なんか敵は急におとなしくなったな。なんで？味方のヘリは準備 OK。 リコ、援軍の歓迎準備をして。まずい、戦艦がいる。よいしょ。これもロケットランチャーでぶっ壊していくか。そこにも一つと、さらにこれね、よし、誰だ、待って、言い過ぎ。結構敵いんなこれ。まあ当然か。で、ウェポンラック、
でね、残りのオブジェクトどっちだ、こっちか、こっちとあとそこですね。そこの下にあんのかな。ヘリが近くにいる。リコ、準備はいい？誰誰誰誰。これ死んだな。まずったな。大丈夫か。あ、危ない。ちょっとマップ確認して先こっち行くか。多分そこの下かな、この中ですね。まずい。なんだ、炎か。そこに発見。意外と壊れない。あれいたんでしょう。なんだ、機銃持ってるおっさんがいた。機銃ってかミニガンか。もう一つ、さらにそっち。リコ、基地司令官のお出ましだ。やっちまいな。司令官、お偉いさんか。どこだ、そっち。どこ？あ、バレる。じゃあ司令官やって、残りはまだそっちにあんな。まだそっちにありますね。ちょっと向かっていかないと。そう、これね結構広いんだよ、こういう感じで。それか、残っていた。それも残ってんのか。連鎖してぶっ飛んでくれるとありがたいのだが。よし、これで燃料タンクは全部 OK。 そしたら最後これだな。発電機的なものがそっちにあるはず。あれか、あれをやって終わりだ。さあ 100%。 UPU210-6 ロケットランチャー、ストックパイルスクランブル、チャレンジと、グレポンマニア。ほい。お掃除完了だな。さあ、で、次回はストーリーミッション、これを潰していきましょう。リコとバラ。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録。さあ、放送が来た。こんにちは。我らが偉大なる将軍が、エスピアバッサ基地を軍事試験場にリフォームしました。解体命令は今後も定期的に発令される予定です。解体はもういいよと思うかもしれませんが、より大きな何かを達成するために必要なことです。ビバメリッジ。はい、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。